私にはとっておきの情報がある。しかし、ただで渡す気はない。そこで一つ提案だ。私と取引をしないか？ん？その前に、あなたについていくつか確認させていただけますか？回答シャノワールさん。話せる範囲でお答えしよう。あなたはキャンドル探偵団のレイラさんだったんですよね。確認したいこと。さすがに僕も情報がない相手の変装は簡単には見破れないですから、確証を得たかったんですよ。その様子では僕の推理は当たっていたようですね。うん。せっかくなので、知り合いに変装に通じた人がいるものですから、なんとなく違和感は覚えましたよ。決定的だったのは、あなたがダニエラさんに裁縫道具を出させたことですね。ねえ、ランさんの袖口ちょっと破れてない？ついでに直してあげなよ。あら、本当？少し待っていてください。たったそれだけで。ですが、わからないんですよ。あなたは自分の名前を語る偽回答を決して許さないそうじゃないですか。なぜ野放しにしているんです？しかもご丁寧に偽の予告状を本物にすり替えるまでして。偽の予告状。さらに、偽怪盗が狙っている宝をあなたも狙うことにしたと。僕たちを呼んだのは怪盗の異業の証人になってもらうためといったところでしょうか。確認したいこと。ええ、知りたいことは知れましたから、まずはそちらの要求を聞きましょう。僕に何をしてほしいんです？君の持っている予告状、つまり今回の宝は諦めるので、今日ここで起きた出来事も他言無用にしてほしいと。実はあのような、ほう、ここに眠る宝というのはそれほどまで恐ろしいものなんですか？ああ。理由はともあれ、要するにゲームのネタバレをするなという指示か。わかりました。あなたの要求を飲みましょう。では、あなたが持っているという情報を教えていただけますか？実は、うまく隠れていた。私が。協力者？我々も会っていない人物ですか？もちろん。洋館の外にも世界が広がっているというのか。そんな伏線はどこにも。その様子ではやはり。伏線のないミステリーなどゲームとして成立しない。先ほど君、まるで、まあいい。一つ忠告しよう。ルリア。今のままでは、
ええ、ですが随分とご親切に教えてくださるんですね。間接的。許すわけにはいかないんだ。ところがあなたは容疑者の一人になってしまい、大広間を長く開けるわけにいかなくなってしまった。それで僕と取引をしようというわけですか。回答、君が さすがに魔法を使ってこられたらひとたまりもないと思いますよ。ですがそもそもあなたが予告状をすり替えなければこの事件は起こらなかったのでは。君の正体。なるほど、あなたなりに腹をくくっているというわけですか。さあ。ええ、では君は どことなく僕は探偵ですよ。秘密を暴く側の人間ですので、見られるどころか嫌われているかと。ではまた後ほど。